Shall we begin?はい、皆さんこんにちは、ありがさま TV の、清水でございます。いつもご視聴いただきまして、ありがとうございます。奄美、美景百選ということで、100の奄美の、美しい、景色を皆さんにご紹介したいなと、果たして、100個、紹介できるのかどうか分かりませんけど、やれるとこまで、やっていこうというコーナーでございます。記念すべき、ファイル1なんですけども、2つの、海が、見える丘、これをご紹介していきたいなというふうには思っています。先ほどから、見える画像の右側に見えるのが、これは太平洋になりますね。今下にあるのがですね、サーフィンのメッカとして、世界的に有名な、テビロ海岸でございます。で、右側に、見えますのが、東シナ海に、なっております。このスポットが、非常に珍しいと言われているのは、スポット名ごとく、2つの海が、同時に見える、場所っていうのは、日本中探しても、なかなかないということでね、もともと今いてるところっていうのはね、なんかパラグライダーが、飛び立つところらしいんですけどね、そのパラグライダーをしている人たちがこのスポットを見つけて、ちょっとなんか観光名所みたいになってしまったということらしいですね。本当に天気のいい日のね、このスポットっていうのはね、非常にちょっと絶景なんで、皆さんにぜひとも行っていただきたいなと。ただちょっと道が分かりにくいので、この後ちょっとご説明したいと思います。それでは経路を説明します。大勝交差点を、左に曲がり、磯の花という看板があれば左に曲がってしばらく道なりで、海が、見えてくるとそこも左に曲がって、しばらく綺麗な海を、見眺めながら、行っていただきます。そうしますと砂利の駐車場が、見えてきますので、そこが、当スポットの、駐車場になります。こんな感じでパラグライダーの飛び出すところあるんですけど、入ってはいけませんと、なってますので、入らないように、してください。で、この先もね、ゲートが開いてるときは行けるんですけど、このように落石があったりとかしてね、挙句の果てには通行止めになりますのでね、行かないようにしてください。以上、ファイル1、2つの海が、見える丘でございました。ご視聴ありがとうございました。